えー、もぎなおこです。えー、最高裁判所第一小法廷の、えー、黒沢和之,之という書記官と話をしました。えー、最高裁第一小法廷の、えー、事件番号が、令和4年区1156号です。えー、黒沢和之,之は、えー、どうやら、令和3年落687という、 えー、事件番号だということが分かりました。えー、それは、えー、実は、東京高裁11人事務の、えー、令和3年ですから、だいぶ前の話なんですね。もう次の段階行ってるんですよ。だから、どうも話が、合点がいかないのは、どうやら、一応裁判やって、最高裁で終わらせたっていう、でっち上げをやろうとしていた、えー、黒沢和之,之という、童話の人間の犯罪だということが分かりましたので、この人間を、 えー、懲戒請求をかけます。えー、実は、もう次の段階になってるんですよという話が、理解できないなどと言ってるんで、えー、話になりません。なんだろうな。